陳述というのはですね、そのさっき5つあると言いましたけれども、その陳述長官というのは中将、中将ですね、あの大将の一つから中将が選ばれます。はい、中将というとどういう階級かというと、天皇陛下が任命するんですね。大祭像が、大祭像は天皇陛下が任命するんですけど、あの、中将というとちょうど内閣総理大臣に当たります、確定にね。で、大将の方が、内閣総理大臣が偉いということなんですね。大将はどういう人になるかというと、参謀本部ですね。陸軍だと、海軍だと軍令部総長というふうな方が大将になります。はい、あと、連合艦隊、有事の時にだけ組まれる艦隊が連合艦隊です。その司令官、司令長官が大将になりますね。この陳述長官というのは中将ですね。で、その地域の、市民をですね、あの赤紙を出して徴収する権限があるんですね、陳述長官というのは。だから人、あの国民の命を預かる仕事でもあったとされてますね。うん、あ、こちらね、あの、ミニッツ公園、ね、はい、うん、なんかアメリカ軍の基地こよね、佐世保って横須賀に似てきてるね。ただ横須賀の方が多分でかい、横須賀でかいね。あの楠ヶ浦っていうね、あのもう島ですよね、大きな島が軍港となってますね。はい、もう少しで多分ね、あの左手側、あの日本海軍の方なんで、日本艦隊の方なんでね。で、その手前にネイビーバーガーの有名な、お店があります。2つね。それがね、あのなんだっけ、ログキット本店っていうやつが一番ですね。で、さっきの光なんとかっていうのが第2位ですね。はい、で、それもこちらのところに確か書いてありました。で、ちょっともうお昼時間になってさっき食べちゃいます。正面に見てたぞ、あれだ、この正面のハンバーグ、それとあの建物、あれが海事博物館ですね。まあ、まず食べる。そこね、並んでないな、チャンス。あ、並んでる。で、現在12時半、佐世保に着いて30分ですね。30分歩きました。だから戻りの時間もちょっと考えておかないとダメですね。ダメです、この間もね。で、30分かかるんだから、ここから30分ちょっとかかるの、疲れてる、1時間引いて3時10分しかしたら2時10分だから約2時間時間があります。で、食事が30分、見学が1時間半でちょうどいいのかな。はい、という計算で、そうすると夜の8時過ぎぐらいに、熊本城に入れます。で、熊本城は5時で終わりなんで、明日見学です。おお、来た来たね。ログキットって書いてですね。あ、なんか座って待ってるね。で、光って2つなんでしょう。これがワンツーですって書いてあった、ネットに書いてあった。ズームで、注文したぜ。25分ぐらいかかるって言われたぜ。これこれ、スペシャルバーガー。なんか金額は隠してる。まあいいけどね、これ書いてある。6時半ね、これすごい、セットもあるし、高くないよ。横須賀ネイビーバーガーだったら1000円以上確実にするけど、1500円するけど、安い、半額、横須賀の半額、うん、これがきっと本場の値段なんだ。ちょっと傷んでるけどね。あ、新メニュー、ちょっと傷んでるけど、これ、あ、こっちだ、これこれこれ、
これこっちこっちもちょっと見てあれだよね。これもあこれ違うんだ。あ違うんだ。あこっちか。こっちかな。ああこっちだよ。2階だったよ。あそう。なんか2階でやってんだ。2階は不利だなこれな。これ2階でやってんだこれ。で安いよ。安い。あこっちかな。あ1000円やっぱするね。アボガドバー。あここれ行きたいな。もう1200円やろちょっと。あホットドッグなんだ。これねログキット。あこれ帰り食べよう。また来よう。また来るぜ。2階にあんじゃねえか。なんだよなんだよ。まあいいや。ここはあ中で食べれる。当たりになりますけど。1時40分1時間後。はい。はい。どうぞ。え。こんなヒレが一つ、あのキャスタリーバニラストレーと女性自身ヒレ。あこれ有名な。あこの人この人なんか見たことある。ああなるほど佐世保出身なんだな。来ました。こんなやつですね。トイレお借りしていいですか。いただきます。